いや楽しみですね。今日の夜、ワールドカップ、サッカー日本代表コスタリカ戦ありますよ。ね、皆さんで見ましょう。あ、ちなみに私ですね、学生時代ずっとサッカーやってまして、サッカー好きなんですよ。なんかこう懐かしい気持ちでね、こう熱い気持ちになっちゃいますよね。応援できる方はぜひね、みんなで一緒にね、応援しましょう。まあ多分その時間帯ちょっとツイッター私うるさくなると思いますのでご了承くださいませ。いやでもわかります、わかりますよ。別にサッカー好きじゃない人からしたら、なんか今みんながサッカーって盛り上がってるのとか、ちょっと若干冷ややかな目になっちゃうよね。わかるわかる。私はなんか昔ね、学祭とかさ、興味ねえしみたいな感じだったからそこで盛り上がってる男女を見て冷ややかだったもん。まあでももしよかったら、物は試し、別に興味ない冷ややかな気持ち持ってますっていう人もちょっと試しにね、刑事チャンネル見てるよしみでちょっと一緒に見てみてはどうでしょうか。思いのほか盛り上がれちゃうかもしれませんよね。というわけで今日の動画は、ここ1週間ぐらいのゲームのニュースや話題で気になったものをまとめてダラッとお話ししていくという、そんな動画となっております。まあ1週間もあると楽しい話題や、もうビッグな話題、いやビッグな話題今週そんなないんだよな。動画始める前にそんなこと言わないで。あるよ、ビッグな話題。めちゃくちゃあるからね。いや、今週はね、でも、なんか、ブラックフライデーっていうところもあって、お買い得情報みたいなところが、海外のゲームメディアなんかではね、よく取り上げられていて、まあ、そんな感じになってるんですが、あとね、ビッグすぎる情報が出すぎたことによって、あらかじめ動画出しちゃってるみたいなのもあるんですよね。いや、例えば PSVR2 の、ソニーストアによる先行予約受付っていうのが行われておりましたよね。この動画が出る頃にはもうね、先行予約の受付自体が終了しておりますので、予約に応募した方はね、もうドキドキしながら、まあその時を待つ。1月のね、上旬ぐらいだっけに来るって、結果発表があるっていうことなので、まあ私もドキドキしてます。そしてですね、世界中でゲームがものすごい売り上げになってるっていう話題もありまして、ゴッド・オブ・オー・ラグナルクが510万本、そしてポケットモンスター・スカーレット・バイオレットが1000万本の売り上げをわずか発売から1週間、最初の週で記録したっていうとんでもない状態になってるんですよね。ゲームのね、売り上げ記録がさらに更新される瞬間っていうのがね、やってくるかもしれません。まあ、今めちゃくちゃ売れてるゲームって、まあ、マインクラフトとか、グランドセフト・オート5とか、まあ、その辺にはちょっと勝てないかもわからないんですけれどもね。グランドセフトオートといえば、グランドセフトオート6は2024年に発売するんじゃないかっていうふうに、マイクロソフトは予定を立てているそうです。予定というか計画というか、なんかね、リーク情報の中でそんなような文章があったそうなんです。マイクロソフト的には2024年に行くんじゃないみたいな感じになってるんですけれども、果たしてどうなんでしょうか。ロックスターゲームズとしてもね、とんでもない大記録を持ってる、グランドセフトオート5の次回作なわけですから、そうやすやすと簡単にポイントは出せないですよね。しっかり作り上げて、ユーザーが満足できるものをきっちり作った上で多分発売してくるでしょうね。まあその辺に関してはもっとちゃんとした追加情報が来てから、きちっと話題にしたいと思います。これは大きなニュースっていうわけではないんですけれども、ちょっと皆さんにも聞いてみたいなと思って、この話題ちょっと引っ張り出してきたんですけれども、PS5 の抽選販売について、ゲオが PS4 本体を買い取りできる方に限り販売しますっていう条件を以前やってて、また今回復活したみたいなんですよね。で、これはなんでそんなことしてるかっていうと、まあ一つはやっぱり転売対策っていうところが大きくって、まあ転売したい業者とか、転売したい個人の転売屋っていう方は、そういう手法を取られると何台も PS5 を買うことができなくなりますので、まあかなり、締め付けきつすぎだなとは思うけれども、効果的な転売対策なような気はするんですよね。まあ、ただし、本当にゲームが好きで PS5 買いたい人って PS4 手放したくはないですよね。まあ、そういったところのジレンマみたいなところもあるかなっていう気がします。ましてやね、PS4 の本体に PT のゲームデータとか残してたら、貴重な PS4 になっちゃうから、まあ、なかなかね、ちょっと転売対策として効果はあるものの、ゲームユーザーのその気持ちを考えた時にややね厳しいよなっていう感じがします。で PS5 の、まあ、転売対策っていうことに対して、まあ、私はあまり動画の中でそんなに議論してきた記憶がないんですよね。というのも、まあ、何が正解かっていうのは、まあ、議論からだけでは導き出せるものではないものですからね。例えば私の動画を見てても PSN アカウントに紐付けして販売すればいいのにっていうコメントは結構あったりするんですよ。で、海外の方では PS5 が最初発売された時はそのように販売されていたっていうこともあるみたいなんです。で、私自身も、まあ、それはやってみてもいいのかな
っていうふうには感じたりはするんですよ。ただそれで全ての問題がクリアかって言われると実はそうでもなかったりするじゃないですか。だってじゃあ今からプレイステーションで遊びたい、 PS4 や PS3 は買ったことがなかったけれども今ホライゾンやゴッドオブウォーみたいなゲームを遊んでみたいんだよねって今そう感じてる方はどうなんでしょうか。 PS4 を持ってなかったから買えませんってなっちゃうと新規のユーザーお断りみたいなゲーム機になっちゃいますよね。それはそれでちょっと問題ありますよね。完璧な転売対策っていうのはこの世にはまだ存在しないのかもしれません。いや存在したとしても実行するための資金力や時間っていうのが足りないのかもしれませんよね。まあなかなか難しいところだなって思います。皆さんの中にも現状の転売対策では不満だなって感じてる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。そういった方は例えばどんな転売対策が行われていれば納得満足するかなっていうのをもしねご意見があればぜひコメント書き込んでいただければと思います。たくさんあるコメントの中からひょっとしたらこれが最適に近い考えなんじゃないかみたいなのってねひょっとしたら出てくる可能性もありますよね。まあ出てきたからといって私が販売してるわけじゃないからその転売対策を実行できるわけではございませんけれどもね。いやでもこういう小さなところから世の中って動く可能性がねあるかもしれませんし小さいところから世の中は動かんでも何も考えなければ本当に何も始まらん。では続きましての話題です。海外のゲームメディアなんですけれどもファイナルファンタジー16の予約注文が12月に開始されるんじゃないかというふうに言われております。12月7日もしくは8日にファイナルファンタジー16の新しい情報とともに予約の注文が開始されるというような情報を得たって言ってるゲームメディアがございます。これはあながち外れてないかと思います。もともとファイナルファンタジー16は12月に発売日も含めて発表できるんじゃないかっていうふうに確か言ってましたよね。で12月っていう話になるとゲームアワードしかもうないんですよねタイミングとしては。まあ、ですのでおそらく、ゲームアワードのワールドプレミアとしてファイナルファンタジー16の、まあ、発売日ですとかそういった情報が出てくるんじゃないかななんていうふうに私も思ってます。めちゃくちゃ楽しみです。まあ、ゲームアワードはねどのゲームがねゲームオブザイヤーに輝くのかとかっていうところもすごく興味どころだったりしますので12月の頭、まあ、頭というか上旬ですかね9日なんで楽しみですよね。まあ、楽しみなゲームがあることはいいんですけれどもね、楽しみなゲームが奪われてしまったという悲しみもありましたよね。カリストプロトコル、これはもう日本で発売できないということが決定してしまったゲームなんですけれども、なんかね海外の方で13分間のゲーム映像がその流出しちゃったらしいんですよね。でその流出したゲーム映像っていうのは画像も含めてかなり荒かったらしいんですけれども、ま、すごい絶賛されてたみたいです。いやそうだよね。先日公開されたカリストプロトコルのトレーラー見た方いらっしゃいますか。あのゲーム多分すごいぜあのゲーム多分すごいぜ。ただのグロいホラーゲーじゃなくてストーリー性とかも含めた上で多分すごいゲームになってくるんじゃないかなという予感がしておりまして、このゲームがマジ遊べないのは損失だなと思ってます。海外のパッケージ版などを取り寄せるなどのいくつかの方法を私も試みてたんですけれども、それもできなくなってしまいまして、まあ、八方塞がりな状況となっております。まあ、なんか海外のアカウントを作ってやるとか、なんか海外の輸入のショップからとか、まあまあ、いくつかの方法はまだあるんでしょうけれども、まあ、そういった方法を取らずにね、遊べるのがね、まあ、一番いいよなとは思ってるものの、まあ、非常にね、価値のあるゲームがね、日本でプレイできなくなったっていうことに対して、まあ、もうちょっとね、考えるべきことは、あるのかもしれませんね。では続きましての話題です。超硬派ゲーウィッチャー3ワイルドハントなんですけれども、次世代機版、PS5 Xbox シリーズ X シリーズ S 版の配信が12月14日に決定しました。そして、パッケージ版はですね2023年2月9日発売という形になりました。次世代機版のアップグレードのタイミングでパソコン版もアップグレードされるということだそうです。まあ、ウィッチャー3は現段階で4000万本以上売り上げてる化け物のようなゲームソフトです。発売されてからねもう結構日時は経ちましたが、今回のアップグレードに伴ってゲーム内での利便性の向上などが図られているみたいです。例えばですね、クロスプログレッションに対応していると。パソコンや Xbox 版、PlayStation 版でセーブデータを共有できるようになったり、魔法を使う時の操作性もちょっと変更されているみたいです。あとはマップにも変更が加えられていて、まあ、マップ上にあっちこっちにあるクエスチョンマークを消すことも可能になったみたいだったり、ミニマップももうちょっと機能的になっていたりですとか、
あとはオートスプリントの機能とかも追加してくれたりするみたいです。グラフィックは 4K 解像度のレイトレーシングに対応するグラフィックモードと 60fps を維持するパフォーマンスモードを2つ用意しているということなんです。まあこの辺に関してはね、いたしかたないところなのかもしれません。まあ両方合わさったらベストだったんだけどなみたいなところあるんですけど、パソコンじゃ無理なのかな。パソコンだったらでも両方維持できますよね。超硬派な伝説的ゲームが今また遊びやすくなって帰ってきます。プレイがまだの方はね、ぜひ一度触ってみるのありなんじゃないかなと思います。まあ言うてる私もクリアしてません。では続きましての話題です。任天堂スイッチに任天堂スイッチスポーツ同梱版が販売されるみたいです。12月16日から販売されるみたいなので、なんかクリスマスプレゼントとかにはかどっちゃいそうかなって思うんですけれども、中に入っているその任天堂スイッチ本体は通常モデルなので有機 EL モデルとかではないので、ご注意ください。スイッチスポーツ遊ぶのに必要なレッグバンドですとか、あとは任天堂スイッチオンラインの12ヶ月利用券も特典としてついてきているみたいです。ちょっとお得なのかな。スイッチスポーツめちゃくちゃ売れてますからね。ぜひゲームしながら体動かしましょう。では続きましての話題です。甘えてもいいマネージャー、甘マネでおなじみのプレカノなんですけれども、2023年3月31日をもちまして商品の開発と販売を終了するということになったみたいです。合わせてギガもですね、同じタイミングをもって終了となるみたいです。だからこの話題ちょっとですね、この動画でねお話しするかどうかちょっと迷ったんですよ。っていうのも今言ったそのゲームブランドって、エンターグラムっていうデベロッパーが母体となっているゲームブランドなんですよね。でまあエロゲーなんですよ言ってしまえばエロゲーを作ってるところなんで、ちょっとお話しするかどうか迷ったんですけれども、まあ一応その、なんだろう、そういう、そのなんだ、その、一見、その、やらしいゲームに見せかけて、実は硬派なんだよっていうゲームのシリーズのファンの皆様のために、一応ちょっとこう、触れさせていただきました。ちなみになんですけど、母体でありますエンターグラム自体は、まあ、特に続いていきますので、プレイステーション4版に出ているような、アママネとかの販売が終了するのかどうかは、ちょっとわかりかねてしまいます。でもプレステ版は多分エンターグラムが販売元なので販売継続されるでしょうね。不安な方は買っといてください。不安な方はね。で、その万が一ですよ、ちょっとパソコン版ちょっとこう取っておきたいな、残しておきたいなっていう方は、そのまあ今しかないよね。うん、なんかでもまあその大人の人に限定しての話ですよ今ね。そのお子様はちょっと、ね、早くちょっとお休みなさい、早く寝てもらって、今ちょっとこの話をしてるんですけども、大人の人限定ですね。なんかそういうゲームだけ買うのがちょっと恥ずかしいなとかって思ったら、まあちょっとウィッチャー3アママネ僕と彼女の研修日誌ウィッチャー3っていうウィッチャー3サンドっていうのがありまして、まあ、そういう買い方もできますね。なんかそれによって、あ、ウィッチャー3買っていきたかったのに何本も買いたかったのに間違ってアママネとかを間違って買っちゃった可能性もあるかなっていうふうに誤解を招いた。せいや。はい、というわけでですね、1週間のゲームやニュースなんかで気になったものの話題をダダダダッと振り返ってみました。な、今日はとにかくね、夜からちょっとね、どうしよう、もう夜さ、もう一杯やりながら応援する？いやでも結構ほら、早い時間に試合あるから、その後ね、ライブ配信とかでまたさ、その試合見た感想とかで盛り上がったり、ゲームとか遊んだりして、もういいかもね、ゲーム実況の方のチャンネルのライブ配信で、ね、どうしよう、まあその辺はちょっとね、スケジュールにもよりけりではあるんですけれども、まあまあ楽しい時間を過ごしましょう皆さんで。というわけで今日の動画はこの辺にしましょう。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。ほんじゃね。ちょっとアママネ買っとくか、パソコン版。